昨日大阪市内のスーパーではご覧の通り、未だ棚は空っぽでございます。でたまたまその入荷があった時にあのお店におられて、まあ、その入荷に、まあ、出会えた方はですね、あのもうそのまま、ね、あのお買い上げいただくんですけども、そうでない、ね、時間帯にお越しになられたらもう全くないのがずっと続いてますので、本当に心苦しい限りです。最近は新米がわずかながら入ってくるものの、入荷しても30分ほどで売り切れてしまうそうです。消費者からはこういう状態はね、ちょっと、異常ですね。毎日に来たら絶対ないかなって見ちゃいますね。朝ごはんは基本お米食べているので、はい、結構困るんで、あの冷凍食品の焼きおにぎりとかで済ましてます今。この異常事態に今月26日大阪府の吉村知事は国にある要望を出しました。政府の備蓄米の開放の要望を農水省にいたしました。需給が逼迫しているのであれば倉庫に眠らせておく必要はないと思います。政府が蓄えている備蓄米の市場への放出です。しかしこの要望に坂本農林水産大臣は、政府備蓄米の放出につきましても要望がありましたけれども、あのやはりかなりほどのことがない限りですね、さまざまな流通関係に影響を与える恐れがありますので、そこは慎重に考えなければいけないというふうに思っております。と備蓄米の放出について慎重に考えるという姿勢を示しました。一方、スーパー側や消費者からは今がその時という声が。本当にもう日本人の主食ですので、お米がない生活っていうのはもう考えられない事態ですのでね、備蓄米が、まあ、あの放出されてですね、こういった米不足がですね解消されるようであればですね、もう本当にもう今すぐにでもあの出してほしいと思いますし。今日の晩ご飯何でしたっけ？オムライス。まあ、パスタとかもするんですけど、やっぱり子供ら食べへんから飽きちゃって、やっぱご飯がいいって、なんかチャーハンとか。備蓄米を出さないみたいな話になってるじゃないですか。もちろんその災害とかそういった時用のために一応まあ、ね、保管してるのは分かるんですけども、まあいつ起こるか分からんものに備えとってもね、しゃあないし、やっぱ今ないんやったら今出してもらえる方が、やっぱりこっちとしてはありがたいのはありがたいですね。さまざまな意見が飛び交う備蓄米について専門家は、生産量が落ち込んだ大不作になった時のために、こういつでもこう出せる準備で、待っていると、まあ、農水省としてはそのような見方で、別に眠ってるわけじゃなくてですね、今後の不作のためにも取っておくというような観点かなと思います。